さあ、お目当ての店はこちら。いい佇まいですな。こんにちは。伊仙本店はカツサンド発祥の店として知られるとんかつ専門店です。すいません。はい、お待たせいたしました。はい、喉が渇いてるんで生ビール、はい、ジョッキでください。はい、それと、ちょっと口の中さっぱりしたいんでカニとキュウリのサラダ、サラダ、はい、とりあえずそれをまずお願いします、はい、かしこまりました。ご用意させていただきます。よろしくお願いします。名店です。こちらね、伊仙さん、何でしょう、多分カツサンド、はい、ね、昔は芸者衆が多かった町です。下流会があったんで芸者衆にも食べられるようにというので考案されたと、まあここが発祥とも言われているお店です。三色サンドっていうのがあるの。ちなみに見てみますか。こんな感じです。三色サンドはドン、きゅうりと卵とカツサンド、これが絶妙なバランスです。よく言い訳のお土産って言うじゃないですか。このカツサンドはもうぜひものですよ。お待たせいたしました。失礼いたします。来た来た来た、お待たせいたしました。待ってました。はい、失礼いたします。待ってましたよ。うわ、お待たせいたしました。カニときゅうりのサラダになります。おしぼりってありましたっけ。はい、かしこまりました。まずビールからだな。いただきます。たまらんち。そんなにマヨマヨしてないんですが、すいません。はい、お待たせいたしました。エビコロッケを。エビコロッケは、はい、何個でしたっけ。1人前3個になります。はい、じゃあご用意させていただきます。カニコロッケって よくありますでしょ。ところがこれエビコロッケなんだよ。だってカニ玉はあって、カニサラダはあって、カニ入りオムレツはあるのに、コロッケはエビコロッケ。ちょっと正体確かめたいな。ちょうどね、私の位置からね、中庭とね、それとね、すだれが見えるんですよ。こちらもそうだけどね、夏場こう、あの風情がたまらんですよ。でね、落ち着いちゃうんだね、やっぱり昭和生まれは。失礼いたします。お待たせいたしました。エビコロッケになります。温かいうちどうぞお召し上がりください。失礼いたします。綺麗ですな。ありがとうございます。このまんまで食べた方がいいですね。そうですね、はい、お好みだとおソースかけて。マヨネーズじゃなくて、はい、はい、おソースでちょっと召し上がってみてください。そうそう、はい、うまーい。なんだろうこれ。よくクリームコロッケのとはまた違うような。これうまい。すいません。はい、お待たせいたしました。これ普通のベシャメルソースの、よくあるけどグラタン系のともちょっと違うような気がするんですが、はいはい、まあ、当店で一からベシャメルソースから職人が作っておりますので、奥行きの深い味わいになってるかと思うんですけれども、なんかちょっと黄色っぽい感じですか。そうですね、濃厚にベシャメル作っております。じゃあいよいよメインの、はい、特上のロースを、はい、特ロースを、はい、ありがとうございます。ご用意させていただきます。お待たせいたしました。特ロースになります。待ってました。ありがとうございます。お待たせいたしました。来ましたね、これですよ。はい、ありがとうございます。どうぞ、いただきます。
すみません、日本酒の冷たいのをいただきましょうかね。練習をご用意させて、はい、じゃあ一つください。かしこまりました。ソースが美味しいのでたっぷりかけでございます。またここのはねちょっと、他のとんかつ屋さんと違うんですよ。ロースでもね、お箸でも切れるよ。うん。